スピーチライターの近藤啓太です。今日は書いたものを読み上げる形で、いかにプロっぽいスピーチができるかということを実演したいと思います。皆さんの中には、こんなことを考えている人が多いんじゃないかと思います。頭の中が真っ白になる。何も言えなくなる。二度と人前で話すことができなくなるんじゃないか。そんな恐怖、抱いてる人、結構多いと思います。私もかつてはそうでした。私は原稿を考えるプロとして、仕事をして参りまして、どうやったら話したらいいかということも、クライアントから様々な相談を受け、スキルを提供し、数多くのリピーターを獲得してまいりました。結論、見たものを読むスピーチでも様になるんですよね。最初に答え言うと、リズムを刻むんですよ。ギターのリフってありますよね。いわゆるロックバンドの曲なんか、アカペラで言うと、あんまりかっこよくないんですけども、ローリングストーンズのサティスファクションでいう曲だったら、ダッダーン、タタタン、タタンタンとか、あとレッドセッペリンのコミュニケーションブレイクダウンという曲でしたら、タタ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 みたいなんですね。あと同じくゼッペリンのホールロットラブ、タタ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 、これ楽譜で見たら音が単に繋がってるだけですけども、強弱をつけたりリズム、イントネーションを変えることによって、やっぱり聞いた印象って全然異なるんですよね。それで本日は令和5年の干支である うさぎ年を題材にした挨拶をどうやって今言ったようなリズム感があるリフを刻むような形でかつ見て話していいと。カンペが手元にあれば忘れることないですよね。で、時たまあんた見て話してるんじゃないかと言われたとしてもうるさいと。ちゃんと話してるじゃないか。こう言い返すことができるようなスピーチを行うにはどうすればいいかということを実演してまいりたいと思います。まず、私の手元にある原稿を棒読み口調で読んでますね。今年は、うどし、すなわち、うさぎ年です。ダットという言葉があります。逃げ出す、うさぎという意味になります。生き残るために、光の速さで対応する。私たちも、この姿を参考にしながら、今年一年戦って参りましょうと。いかにもカンペを読んでるという印象ですよね。今の話聞いて感動したって人あんまいないかもしれない。ちょっとやり方を変えます。さて、今年は、うどし、すなわち、うさぎ年です。ダットという言葉があります。逃げ出す、うさぎという意味になります。生き残るために、光の速さで対応する。私たちもこの姿を参考にしながら今年一年戦ってまいりましょう。だいぶ違いますね。間を置くとか、ちょっと切るとか、文章には点とか丸ってありますね。ここのうち多く、その点や丸を打つ形で、のんべんだらりと話すんじゃなく、時には自分の限界に近いところまで声張るとか、時に落ち着いて話すとか、そういうことを繰り返し、練習する中でこれでいいんじゃないかっていう形で、収まりのいいスタイルを自分の中にしっかりすり込んだ上で本番に臨むと。本当にプロの話し手さんみたいな流暢の話をするというクオリティまでは届かないかもしれませんけど、少なくとも責任を果たすことはできるんじゃないかと思いますね。失点をいかに少なくした上でどれだけ伸びしろがあるのか、得点するチャンスを伺いながら、それもいいんじゃないかと思います。で、今の話を応用する形で、同じくカンペを手元に見ながらもちょっとアレンジ加えてみる。今からやってみたいと思います。さて、今年の干支、卯年、うさぎ年ですよね。ダットって言葉あるんですよ。どういう漢字書くかっていうと、脱出するの脱にうさぎって書くんですよね。逃げ足早いらしいんですよ、うさぎっていうのは。意外な速さを発揮することで生き残ることができる。やっぱり生き残るためには、相手が想定もしないようなスピードで対応するってことが、極めて重要になるんじゃないかと思います。もう私たちもこれでいきましょう。スピードで勝負。対応の速さで、ライバルに誓っていく。この思いで戦っていきましょう。そういう形だったらいいかもしれない。完全に頭入れて、縦横無尽に話す。これもやってみましょうか。今年の干支ですが、うさぎですね。で、うさぎっていろんな側面持ってるんですよ。おとなしい、かわいい。そういうイメージもある反面、本当にやばい時は、逃げ足早いらしいんですよね。逆の言い方をすれば、チャンスの時にはタイミングを逃さない。生き残るためには、びっくりするぐらいの速さで対応するってことですよ。いいですね。おとなしそうなうさぎですけれども、生き残れば勝ち。私たちもこれでいこうじゃありませんか。というような話もいいかもしれません。最初から欲張って、今、3番目のスピーチを実演しようとやるのも、それはいいんですけども、もっと長いスピーチになったら、話が脱線しすぎて、収集がつかなくなったり、時間の尺が足らなくなったりしますよね。今言ったような段階を踏む。まずは、しっかり読み上げる形でも、インパクト、メリハリをつける。ギターのリフを刻むように。その上でどこまで色をつけることができるのか、ということも、見据えながら、話すということを考えていけば、大量失点で負けるっていう最悪のケースは回避することができるんじゃないかと思いますね。参考にしていただければ幸いです。